出てきたやったらよかった、うんうん、まあ、あんまりミドちゃんの話を振ってもあんま面白くない。いやいやいや面白くないことだよ。ミドちゃん、ミドちゃんにむちゃくちゃにやられると思う。むちゃくちゃにはやられへんな。だって電話出へんかったやんけ。電話出てるやん。電話出てその後で夜に来るなって言ったやん。いやいや、ほんでその次の日も電話で次の日に朝電話したったやん。ほんでお前んとこの店呼ばんかいと。ヘイトごときを1万人ぐらい集めて、高平君、高平君、今ちょっと選挙活動中やから、俺の名前覚えてるか、ね、うん、いや、知らんよ、今聞いたから、今聞いた、こっち知らんかったやないか、いや、あなたが言うてん、高平や、ああ、そう、思い出したわ、自分の言うてることから覚えておいてくださいよ、いやいや、高平、高平、名前言うてるから、自分で言うてる、ほんで、対馬はどないなったんや、え、対馬、対馬はなんか、あの日照家なんか掲げてやな、朝の8時からおじいがな、もうあのおじいは有名なっとったんや、あのおじいは対馬の人、え、誰おじいって。知らん、おじいがやっとったやろ、自分行く前にやな、一旦の選挙になったぐりぐりぐらいじゃんかよ、どれやろ、いや、おじいが朝8時ぐらいか、俺ちょっとだけ見たやん、おじいさん、え、亡くなってないって、だって1月やで、選挙の時にも多分あれおったんじゃんか、俺だって1月に行っておじいさん見たもん、誰や、名前知らんけど、あの人でも、名前知らんねんけど、対馬であのおじい有名やと言ったの、ほんで役場でも言うてたもん、うん、いや、亡くなってます、日照記がなんか持って朝の8時ぐらいにいつもあのおじさんおるんですって言うわけよ、あー、あー、あの人は何ていう名前やったか、釣れやのやな、釣れよ、名前覚えたってよ、かわいそうに、あの、いつもあの曲実機抱えて、あの人僕知らないです、あれ釣れちゃうの、違う、あれ前払いちゃうんか、ちゃうの、もう毎朝あの昔からああやって、うん、え、でもあれ一緒にやってたんやね、やってない、やってない、あ、ちゃうの、違う、じゃあほんであれをやってるからやな、これなんやって言うたら役場のもんが言うには今度市長選挙なんですと、ほんであのおじい出んのかな思ってるわけよ、ほんで新聞見たら荒巻って書いてるからやな、なんだこれやみたいな、ほんでなんやんと、まあ、大阪が来たんだ、ちょっと時間もったいないんで、はい、はい、ごめんなさい、ちょっと、はい、時間もったいない、はい、さよならということでございます、こう飛んで火にいるというか、思い出した、思い出したんかい、思い出したかな、あの1回目の対馬の選挙の時はこの前、ね、講演会来てくれ、はあ、この前で1月、違う違う、前の4年前の話も、うんうん、1月の話や、1月におったおじいさん、うん、あれはちゃう人、うん、あ、そうなん、まあ行くわ、はいはいということで、たくさんたくさんああいう人はたくさんおるよ、ということで、こっちはこっちで、はい、維新がいてるわけですけども、こういったことでですね、この辺もこの隅堂々の駅見に来ましたけども、こんな面白いことになっております。